中村優は、愛媛県伊予市の前市長である。愛媛県伊予市生まれ、愛媛大学農学部卒業。1975年から、伊予市議会議員を6期務め、1999年の旧伊予市長選挙に出馬し当選。2期務めた。2期目には、伊予市、伊予郡での平成の市町村合併の協議が持ち上がり、合併協議会の会長として、合併協議をリードした。 伊予市は、中心部が、群中というその名の通り旧来から、軍の中心ではあったものの、北に隣接する伊予郡正木町が、人口3万人前後と伊予市と寄港していた。そのため、同町が、行政の効率化を全面に押し立てていたのに対して、伊予市は背後に、山村の伊予郡中山町や、漁村の同郡二見町を要し、活疎化、高齢化の進む中急激な行政スリム化。 行政改革による住民生活への影響を回避したい2町の意向もあり、結局は、正木町抜きでの合併となった。2005年4月の新たな伊予市の初代市長選挙に出馬、当選、任期中、厚生年金休暇センターの取得等を行った。2008年12月、翌年4月の任期満了に伴う市長選挙への出馬を表明。 2009年4月無投票再選された。2013年4月の任期満了に伴う市長選挙には出馬せず引退した。ありがとうございます。